今回は、隠しアチーブメントについて。前提として、代価という世界任務がクリア条件。クリア後、こちらの手紙を読むとアチーブメント。リアルタイムがいる場合でしたらすみません。一応この後、代価の発生場所も紹介。この建物の裏に宝箱があるんでそれ開けるとスタートです。